私がフラッシュバックに悩まされていたのは事故の直後がほとんどで、いい子でいようと決めた後はフラッシュバックも悪夢を見る回数も徐々に減ってきていたんです。でもこの学園でユウ君と再会してから、自分の間違いに気づいて大切な人と一緒にいられるという幸せな時間を実感するようになってから、またあの日の夢を見るようになった。だとしたら、お父さんとお母さんが私のことを怒っているのかもしれません。もちろんこの考えは私の勝手な思い込みかもしれません。でも自分たちはこんなに苦しんでいるのに、どうしてお前だけが笑っているんだ。自分のわがままで家族の幸せを壊した張本人が幸せになっていいのか。あの日のことを忘れるな。そう言われているような気がするんです。それは、過去に縛られる必要がない。私が過去に縛られる必要がないってユウ君が考えているだけでもびっくりなのに、
悪夢の解決方法を教えるだなんて。殺すこと？その原因を殺すって、まさか私のお母さんを？殺すしかないっていうのは本当にどういう意味なんだろう。
だからって、こんなところで音を上げていられない。私はまだ、お母さんに会うことすらできていないのだから。すみません、面会をお願いしたいのですが。はい、それでは、こちらにお名前とご住所をお願いします。ちょっとさっちゃん、大丈夫？はい、大丈夫ですから。分かったわ。でも無理だと思ったらすぐに人を呼んでね。ありがとうございます。私のお母さんはこんなことになってるの？それはトラックにはねられたから。じゃあどうしてお母さんはトラックにはねられたの？それはサチがわがままを言ったせい。そう、サチが私をこんな風にしたのよ。
うか。ユウくんが言いたかったのはそういうことだったのかもしれない。日の事故で私も死んでしまっていたんだ。お母さんを殺すしかないのかな。だって ねえ、サチ、今日は何が食べたい？サチったら、またそんなわがままを言って。すごいじゃない、サチ。テストで100点を取ってくるなんて、お母さん鼻が高いわ。そんなのできるわけないよ。だって私はお母さんが大好きだった。優しくて温かくて笑顔が素敵なお母さんが好きだった。いつも笑顔にあふれていて笑い声が絶えないあの家が大好きだった。だからどんなにお父さんとお母さんが私のことを嫌いになっても、どんなに私のことを恨んでいるとしても、私はお父さん
とお母さんのことを恨めない、嫌いになんかなれない。だからこの手でお母さんを殺すなんてこと絶対にできない。どうして急に冷たくなったの？どうして仕事ばかりするようになっちゃったの？どうしてお前のことが嫌いだってはっきり言ってくれなかったの？そう言ってくれれば私にも何かできたかもしれないのに。それなのにどうしてあの日だけは私に優しくしてくれたの？あの日もいつもと同じだったらあんな事故が起こることもなかった。そうでしょ？それなのにどうしてあの日だけなの？答えてよお母さん。ねえお母さん。怖い。今日見る夢では「どうして」の次があるんじゃないか。その次に続く言葉は私を責める言葉なんじゃないかって。だからその悪夢を終わらせるつもりでここへ来たはずなのに、結局何もできなかった。私には殺すことなんてできない。事故があった後は全然お母さんに会っていなかったのに、夢に出てくるお母さんはとても怖い顔をしていたはずなのに、こうしてお母さんを目の前にしたら笑っているお母さんの顔が浮かんでくるの。いっぱいいっぱい幸せで私が大好きだったお母さんの笑顔ばかりなんだもん。そんなお母さんを殺すことなんて私から、ごめんなさいゆうくん。ゆうくん。そうなのかもしれません。
できるはずありません。だってお父さんはもうこの世にいない。それにお母さんだってこうして眠ったままなんです。だからどんなに叫んでも私の声はもう二人には届かない。そんな状態で気持ちを確かめる方法なんて。いくらユウくんでもそんなことできるわけが。それは。お父さんとお母さんの気持ちが知りたいです。こうして今のお母さんに会うことでその覚悟はできました。だからその結果がどうであっても全てを受け入れるつもりです。ユウくんはどこに向かっているのでしょうか。そうですか。ユウくん。ありがとうございます。ユウくんが向かっていたのは私の家だったんですね。工場ですか。あそこには金型を作る機械が置かれているだけなはずですけど。それじゃあどうして工場なんかに。幸、どうしても幸に見てもらいたいものがあって。私の求めた。
優くん。はい。決めました。私はこの扉を開きます。はい。おかしいですよね。そう決めたはずなのに、体の震えが止まらないんです。でも逃げるつもりはありません。だからほんの少しだけ私に力を貸してください。だけあった機械が全部なくなってる。それにこれは。誕生日おめでとう、サチ。どうしてユウくんがそのこと。それで、ユウくんは私をここに。だから一度お母さんに会うべきだってそう言ってくれたんですね。そんなことまで考えていたなんて。お父さんとお母さんの思い。サチが初めてテストで100点を取った。算数が得意なところは私に似たのかもしれない。父の日のプレゼントにサチが私の絵を描いてくれた。
嬉しくて涙が出た。サチはキャッチボールが好きらしい。将来はソフトボールの選手になるかもしれないなんてお父さんと語り合った。運動会の父兄参加二人三脚で私がサチの足を引っ張ってしまった。明日からジョギングを始めようか。私に習ってサチが初めて作った卵焼き、塩を入れすぎて塩辛かったはずなのにお父さんは嬉しそうに食べていた。サチが苦手だった国語で100点を取ったテストが見つかった。ちゃんと褒めてあげられればよかった。私に描いた絵も、お父さんとお母さんには見せずにいたテストも、もしかして全部取っておいてくれたの？仕事が忙しいからって相手にしてくれないこともあったのに、こんなにたくさんの写真も全部、それにあれだけたくさんあったはずの機械だってどこに？これってお父さんとお母さんが大事にしていたオルゴール。それにこの手紙は。サチへ、まずは10歳の誕生日おめでとう。本当はこの言葉も直接伝えた方がいいと思うんだけど、最近サチとはうまく話せていなかったから手紙を書くことにしました。この手紙に私とお父さんが伝えたいことを一生懸命書いたので、最後まで読んでくれると嬉しいです。それで私たちがまず初めに言わせ、お仕事が忙しくなって一緒に遊んであげられる時間がなくなってしまったこと、サチの頑張りをそばで見ていてあげることができなかったこと、一人でご飯を食べてもらうことが多くなってしまったこと、サチの頑張りをそばで見ていてあげることができなかったこと、そのことを謝らせてください。でも決してサチのことが嫌いになったわけじゃない、そのことだけは分かってほしいの。私たちがもっとお仕事を頑張れば幸を幸せにしてあげられる、そう思ったんです。
だから、お仕事が忙しくなってお金が手元に残るようになった時、私とお父さんは喜びました。これで幸にたくさんおいしいものを食べさせてあげられる、もっとお洋服も買ってあげられるって。でも幸が教えてくれたこと、一人でステーキを食べるより、機械の音が聞こえないお家でみんな一緒にカレーが食べたい、その言葉で私たちの考えが間違っていたことに気づかされました。私たちに必要だったのはお金じゃなかったんだって。だから私とお父さんは話し合って一緒にお仕事を変えることにしました。大好きな幸ともっとたくさんの時間を過ごせるように。あの家で、それは次でも私たちが好きだったこの工場がずっと幸に嫌われたままなのは悲しい。そう思っ、その答えがこのアルバムです。機械のなくなったこの工場は、これから幸せになっていく私たち家族の思い出を飾る記録室。世界中どこを探してもここにしかない、たった一つのアルバムです。だからこれからここにたくさんの思い出を増やしていきましょう。それこそこの工場の中に収まらないくらい、たくさんたくさん。それで幸が笑顔になってくれれば、私たちはとても嬉しいです。幸が楽しそうに笑ってくれていること、それが私たちにとって一番の幸せなんだもの。そのことがこの手紙で少しでも伝わってくれると嬉しいです。それからこのオルゴールも私たちからのプレゼントとして幸に贈ります。そのことがこの手紙で少しでも伝わってくれると嬉しいです。幸も今日で10歳だから、そろそろ好きな人ができてもおかしくない。私の勘だと、公園で一緒に遊んでくれているっていうゆうくんが第一候補かなと思っているんだけど、違ったかしら。でもその子に限らず、幸にとって本当に大切な人ができた時、その人とこのオルゴールを聞いてください。そうすれば、幸が素敵だと言ってくれたメロディーが
幸せを運んできてくれるかもしれません。そしてその人とたくさんの恋愛をして結婚をしたら、私とお父さんに負けないくらい幸せな家庭を作ってください、なんて。それはちょっと気が早すぎたかもしれないけれど、幸の未来が幸せであるように、ずっとずっと笑っていられるように、それが幸に幸せという名前をつけた私たちの願いです。少し長くなってしまったけれど、私たちが幸に伝えたかったことはこれで全部です。そして最後にもう一つだけ、愛してるはまだ難しいかもしれないから、この言葉で私たちの子供に生まれてきてくれてありがとう、サチ。私の方こそありがとう。私、たった今、ゆうくんにお願いができました。私と一緒に、このオルゴールを聞いてもらえますか？昨日は体育の授業があって、久しぶりにみんなでエクストリームスポーツをやったの。あ、エクストリームスポーツっていうのは、ゆうくんが命名したスポーツの名前で、私が打ったボールを、まきちゃんがワンバウンドでキャッチして、二塁に向かって走っていたみちる様に投げつけたの。そしたら、まきちゃんは肩が弱いから、バウンドボールになっちゃったんだけど、平らな地面でつまずいちゃったみちる様が、ヘッドスライディングしたところにそのボールが乗っかって見事にアウト。私はその間に一塁へ走ってセーフだったんだけど、みちる様もまきちゃんもすごいよね。小峰さん、失礼しますね。あら、さっちゃん、今日も来てくれてたのね。はい、これから検温の時間ですか？その通りなんだけど、すぐに終わるからそのままで大丈夫よ。あ、いえ、ちょうどキリが良かったですから、私たちはここで。
そう？それならいいんだけど。はい。また来るね、お母さん。それではすみませんが、母のことよろしくお願いします。ええ、さっちゃんも勉強頑張ってね。はい、ありがとうございます。何がですか？はい、今日はこれでおしまいです。それはもちろんです。あんまり長話をしてお母さんを困らせたくないですから。私がお母さんに話さなければいけないことはたくさんあります。今までお見舞いに来られなかった間に私が経験したこと、美浜学園でのことや優くんとのこと、それを一度にたくさん聞かされるのはお母さんも大変だと思うんです。だからたくさん病院に通って少しずつお話ししていきたいんです。ありがとうございます。それよりゆうくんの方こそ私との約束を忘れていませんよね。ブランコに鉄棒、シーソーにジャングルジム。これは今から日付が変わるまでの時間をフルに使ってもこの公園を満喫しきれないかもしれません。もちろん真面目な話をしています。ゆうくんはどんなわがままでも聞いてくれると言っていましたよね。それならその限界までで構いません。さあ、まずはブランコから始めましょう。
やっぱり公園で遊ぶのを中止するという相談なら受け付けませんよ。結婚ですか？ということは私、今、プロポーズをされているんですよね。なるほどです。確かに、結婚すれば、美浜学園を卒業しても、ゆうくんと一緒にいられますし、それはとても魅力的な提案です。いえ、お断りします。だって、私より靴を飛ばせるようになったところをまだ見せてもらっていませんから。Yeah.
贅沢なお願いと思うけど